うわ、でけえ。炎の神殿でかい。字幕もでかすぎて何も言えん。はい、ということで前回はゴロンシティに到着し、なりきんユンボウを構成させてゼルダを追いかけてたら炎の神殿に着きました。ゼルダ姫が赤い輪と共に天井に吸い込まれてしまった。助けたくともその場所は鉄格子に阻まれている。謎の声が示して5つの場所へ行けば道が開かれる。ってことで鍵を開けに行きましょう。さて。5階まである上に溶岩で囲まれてるから移動が面倒そうだな。1階に1つあるね。これか。こっち側じゃあ一旦回ってみてみるか。とりあえず1階のとこから行ってみましょう。やべ。炎の神殿の BGM 感あるな。あーやっぱ閉じられてるよね。正面からはいけないか。ここを何か開ける手段を見つけないとダメってことか。あ、3階から入る感あるな。上から降りてくればいいのか。行っちゃうよ俺は。せいやめてください。いやいや公式の力使ってますんで。通れる風にしてる方が悪いぜ。これ2階でしょ。この後が3階なんですけど、これ絶妙に無理か。あれ、ここ通れないのか。ほら、ちゃんと順路で渡ってください。これはいけると俺の勘が言ってる。ほい、これで合ってます。もういいよこれで。よーし、3階来たよ。なんかどっかから入るっぽいな。上か、あそこから入るんだよな多分。まだ上行かなきゃいけないのか。なんかいっぱいレール敷いてあるし、トロッコで上まで行けばいいんだな。トロッコは信じれるわ、己の筋肉のみ。俺は今ゼルダの偽物を目の前にして少し気が立っている。多少なりとも攻略法なんてご利用しで何とかする。お前の多少の規模でかすぎだろ。はい、ということで着きました。よっしゃ行けた。え、待って、ユンボウここまで来てくれ。頼むユンボウ。ユンボウが戦いについてこれてねー。やばいかも。あ、これ暑さに耐えられないです。暑さに耐えられずに死んじゃうかもしれないです。暑いです、助けてください。ヘルプミー。バチが当たりました。なんかそれっぽいとこ来た。なんか4階に来たぞ。ユンボウ、ユンボウなんか目の前にあるぞ。スイッチが、あれをユンボウで叩けばいいのか。おお、びっくりした。ミキャあれでしょ。ミキャいや本当はこれこうしてなんかやるんだろうけど、え、これさ、こういけん。ユンボウこれでいこう。いい感じに坂道になってる。はい、絶妙に足りん。これじゃ無理っぽいな。いや、それを足りさせるのがリンクの技術。わかった、こうします、こうします、こうします。ユンボ準備しとけ。しゃいけ、惜しい。もうちょっと右。外しちゃった。何？おいギミック邪魔だ。ルー邪魔にはならんのよ。ちゃうね、ユンボウはこうやってクリアするんや。男なら小賢しい真似するな。今のそれが一番小賢しいよ。行くぞユンボウ、いけー。え、はい、行きすぎー。はい、オッケー。よーし、ブカー。よし、1個目終了。あ、ごめん、スキップしちゃった。あと4つだ。あ、ユンボウあれ壊してくれ。ユンボウ、ユンボウお前もう全部これでいけるやろ多分。ユンボウの凄さしかとみなに見せてあげないとな。今視聴者はユンボウのこと舐めとるぞ。ナリキンクソ野郎だっつって。お前が言い出したんだけどね。ということでおめえ返上だ。はい、オッケー、ナイス。ユンボウ最高、ユンボウ最高。やるやん、この絶妙なここ。オッケー、返しになってるところもいい感じにいけば登れます。よし、待って、なんか3階とかもあったね今。あるある。オッケー、2個目。ビカー、残り3つごろ。リンク、先を急ぐごろ。オッケー。んで、5階にもあるんだな。5階の建物はだいぶ遠いね。5階はちょっと後回しでいいかも。2階から行きたいね。あれか、2階のあれなんだ、繋がってんな一応。レール繋がってるね。レール繋がってる確認は何だったんだよ。リンク疲れちゃった。どれだ、この階か。正面の網の向こうか。あ、そういうことか。くそ、成功法で行くのがなんかムカつくぜ。これで水が溶岩に当たって岩になる。うー、ずい。ついで住んでるリンクも大概やねんなこれな。オッケー、ビビビビ、強いゴロ。オッケー、よいしょい。さあもうあと2個だぜ。壁登ってるからか進みが早い。もうちょっとでゼルダに会える。裸でリンク。残り2つごろ。この調子ごろよ。ジュワー。あとは2個か。下の方にあるのと5階、あ、両方全部下の方か。マップの下の方だな。本当はなんかあれであいつを使って向きを変えていくんだろうな。しかしもうすでに様々な神殿をクリアしているリンク、
チューリ君がいるおかげで大体のものを無視できる。これが賢者の力だ。舐めるでね、賢者を。もうリンクいらなくね。でも賢者は壁登れないから。こっちか、向こう、この下か、向こうか、この向こうだね、レールの。さすがにトロッコか。うお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 よし、オゲイ、神殿壊れちゃった。うわぁ、お前がおんのかい。あーちゃん、やばい、あー助けて、危ないゴロユンボ飲み込まれてたな今。お前はあれ壊しとけ。ユンボ飲み込まれちゃった、マグマに。親指立てて沈んでったわ。やばー、これはここの段差を使えってことですよ。はい、飛びすぎ、これこれ完璧。飛びすぎ、なんでや、次こそいける、ここ、はい完璧、オッケー。ここの成功法なんだったんだろう。よーし行ってこい、はい。さあラストか、あとは5階席やね。もう少しごろ、あと1つごろ、オッケー。あと1個がここなんだよな、5階だよね、5階。その5階がどこなのかよくわからん。あれか、あの建物か、この右に立ってる建物か。それ登りきれ、オッケー。結構登ったけどまだ高さ足りなさそうだね。もうちょっと高さ欲しいか。5階ってどこだよ、どっから入るねあれ。ここだって5階。この高さに叩くやつあるのか。これ以上上はないか。行こうかな。あ、やべ、熱い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 。よし届いた。うん、パシャン。なんだこの建物。上？上に穴開けなきゃいけない。陰謀はそこまで飛べるか？この上なんだよな。ここの上か。え、普通にさ、いけね？これ壁登ればいけね？リンク単体で行っても、ユンボが来れないと意味ないんかな？ユンボ来れるだろ、お前。ははは！いけちゃった。いけてるでー？ユンボ！あとはお前が来るだけだ。頑張れユンボー。頑張って、お、これこっち空いてる。おい、来た来た来た。よくやったユンボー。やるやんけユンボー。この宇野神殿崩壊。ナイスユンボ。リンク、全部解除できたごろ。おう、なんか全部無視したけど、まあええか。この扉を開けるはず。さあ、行くごろ。オッケー。さて、やってきたね、ゼルダ芝くんか。今からゼルダのふりしてやりたい放題しやがって。しゃ、行くぞユンボ。俺多分どの実況者よりも本気でゼルダを助けようとしてる。あの赤い岩を壊し、早くゼルダ様を助けなきゃ。ユンボ、俺たちは今からゼルダと戦うねん。え、あれ本当にゼルダやったらどうしよう。実は竜になってる方が実は偽物説ない。どうやって壊すんこれ。でもいや、これガチでガノンの時のあれだよな。オマージュかなるね。壊せへんけど、お前壁登れる、もしかして。ガロガロ、おお、お、すげえなユンボース。やるやん。ゼルダ様はどこごろ。出てこいよ。うわ、あれは、あれがゼルダ様。ママあれが正体か、ゼルダの。お前がゼルダを食べたんか。せめて面見せろ、ゼルダの。ボルドゴーマ。リンク、やっつけて助けるか。ゴーマまで出てくんのか。助けるか。まあ直接話聞かんとわからんこともあるからな。さあボス戦だ。助けるのにゴロ。なるほどな。気をつけるゴロ。やっちまってくださいよ。頑丈な足も陰謀にかかれば粉々よ。あの岩爆発したゴロ。また爆発するゴロ。離れて。
お、体勢が崩れた。お、チャンス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 。おめえのせいで、おめえのせいではないけど、出せよほら。喋ろうぜゼルダ。偽物ゼルダ呼んでこいよ。教えてくれよ。いてぇ。裸よい。うわぁ、いるごろ。ガン待ちされてんだけど。待って、イノは攻められる覚悟のあるやつだけだ。先手必勝や。ほい。OK、ナイス。ゲッ。マジで、お前が、ゼルダの姿のお前が生まれて、今日ここに来るまでの間に何があったのか全部吐かしてやりで。過去にいた偽ゼルダが今ここにいるのは、ガノンが復活したタイミングと同時ってことでいいのかな。おら、あれあれあれ、あの奥のやつや。ナイス、ボコボコにするよな。こいつ俺今までで一番ヘイトが高い。リトの村もまあまあヘイトあったけど、俺こいつが一番ヘイト高いよ。ゼルダの姿を見せすぎたな。とりあえず体力半分までは削らせてもらおうか。あれ、眠りについちゃった。ちょっとまずい、危ねえ。リスガリア復活したとこを即叩く。ほい、ゲイ。あまりにも簡単すぎるぞ。ちょっと体力が多いだけでそこまで強くはない。え、触れない触れない。あー、なんか当たった当たった。ラッキー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 。ほいほいほい。さあ半分削った。おこおこです、おこです。あ、上に行った、なるほどね。上からゴロゴロ、気をつけて。上から来るぞ、気をつけろ。あー、やばいやばいやばい。やべえ、危ねえ。入り口に追いやられちゃった。やるごろ、また爆弾が来たごろ。僕の突進に任せて。やばいやばい。うわ、それはちょっと思ってる倍以上に来た。やばい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 。あいつのところまで行けそうごろ。陰謀で壊しながら行くしかないな。あ、ちょ待って、陰謀置いてかないで。壁伝い、どこでもいい、どこでもいい。行けー、おらへん。あ、当たった、おった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 。ナイス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 。おお、やべえ、リンクさん、あ、リンクさんフラフラです。リンクさんフラフラです。あ、アレックス反応した、なんかアレックス反応しちゃった。壁はどこでも良さそうだな。この辺かな。何、どうなった今。落ちた落ちた、ナイス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 。うー、よいしょー、うーらー、オッケー。この辺にしといてやるわ。盛り上がるんだろう。そしたらそれを突撃。オッケー、ナイス。なんかお前弱なってないか。こいつ弱くなってんぞ、上に行ってから。うわー、いくらでも回れー、無限に回れー、いけー。あ、やばい、俺が死ぬ俺が死ぬ俺が死ぬ。危ねえ危ねえ危ねえ。第二形態になってから羽が成立してる。ユンボとどめだこれで、ね、ナイス。終わりだ。ふっ、おりゃー、けい。耐久もゲスト。さあ、出せよ。ゼルダ出せよ。おめえに用はねえんだよ。出てくるのか。うわー、すごいすごいすごい。わー、この爆発が一番強そう。てか、マガタマ見てないね、今思えば。こいつの中から出てくるのか。あれ、待って、マガタマなくね。ユンボーだけ秘跡なし。ユンボーは賢者じゃない。あったわ。ジュー言うてます。え、ユンボーいい？俺このジュー言うてるまんま行くよ。ムービージューなってるかもしれんけど許してな。なってもてる。いやでも二人ともなってるからセーフ。
ピーン。子孫よ、我が血を継ぐ者ユンよ。その声はダルケルに似てるな。ずっと僕らに話しかけてきてた人頃。我はお主の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゴロン族の戦士にして炎を司る賢者あり、己が身を武器とした豪快な戦いぶり見事。さすがは我が子孫。いい感じに手で隠してくれた。ああ、ちょっと手が、リンク見えちゃった。あれは民を堕落せしむ岩石の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は先ほど触れた石、秘石がお主の手に渡るのを防ぐことだった。魔王と秘石。そう、お主は初めて聞くだろう。だからこそ話させてほしい。封印戦争と呼ばれた戦いと我が一族の定めを。もう4回目やこの話。なんか俺よ、それは今よりはるか遠き過去の出来事。4分の2裸で見てんだよな、このムービー。ハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として秘石を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我はその人に炎の賢者として秘石を携え、戦いに臨んだ。さあ、どんな戦いっぷりだったんだ、ゴロン族から見たガノンは。しかし奴は強大であった。いい笑顔。我が渾身の一撃をやすやすと弾く強靭さ。強靭さ、比類なき剛力。力と硬さもある。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、早い、硬い、強いやん。俺を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後ゼルダ、ここ熱いよ。そんな格好じゃ熱いよ。6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゴロン族の定めを決定づけた。焼けちゃうよ。ゼルダが喋ってるとこ聞きたいな。封印は忘れとけ。魔王は復活してしまいます。だから彼にはそれに対抗する力が必要となるのです。炎を司るゴロン族の力、どうか剣士リンクに貸してください。我らになすべきことが定まった瞬間だった。でもだってこれさ、ゼルダはさ、もう竜になることを。討伐は我らの本願。我がゴロン一族は魔王復活の時、再び炎の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓う。もうこれ竜になることを決意した状態だもんね。ゼルダ、多分これが封印戦争の全貌と我が一族の定め。お主らの活躍でゴロンシティは救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ユンよ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのが僕の定め頃。二人とも上気が。
にそれを継いでほしいって本当に。僕はご先祖様たちみたいに立派じゃないけど、うん、でもここで迷ってちゃみんなに恥ずかしいゴロ。ヒゲソロ、いつまでも甘えた僕じゃない、やってみせるゴロ。なんかユンボーだけちょっと違うよな、気持ちが。自分を変えるためみたいな感じだな、どっちかというと。いいね、ふんどしや。僕は炎の賢者、見てこれが賢者の力ゴロ。でかい。うお、でかい。かっこいい。リク、手を出すゴロ。でけえ拳か、さすがに握られたらたまったもんじゃねえからな。今の拳ドンもちょっとたまったもんじゃなかったぞ。炎の賢者ユンの名において君と共に戦うことを誓うよ。戦おうぜ。受け取って、これがその証ゴロ。爆発しそう、ユンボ。親指なんだ。中指はそれ何か別？おお。その指輪で僕の力はいつでもリンクの一緒ごろ。僕、君の隣に立てるように強くなるごろ。さあ、帰るごろ。うん。いや、こっから成長してこい、ユンボー。だいぶ今評判下がってるぞ、ゴロン族で。ゴロンシティの中でユンボーの株かなり下がっちゃってるから、こっから上げていこう。信頼取り戻していこう。協力するわ。で、ゼルダどこ行ったん、ほんで。ユンボーも完全にゼルダ忘れとるよ。あんだけゼルダゼルダ言うとったのに。あ、これ消える？もしかして。おー、あー、肉ごと消えちゃった。あ？食べれる岩に正気がとかじゃなくて丸ごと正気だったのか。これ結構グロかったな、これな。正気食ってたんでしょう、ゴロン。で、ゴロン強くね。おお。察した二人。ユンボーと同じでみんな記憶なかったのかな、肉食ってから。結構えぐいことしてたよね、こう考えると。体内から侵略していったんだもんな、ゴロン族に関しては。おい、ユンボー、怒られろ、お前は。一回心配ばっかかけやがって。大体お前はユン社長、怒らないでほしい。コロトンカチ、トンカチいいんだゴロ。みんなに迷惑かけたのは本当ゴロ。僕がもっとしっかりしていれば俺たちユン社長がゴロンシティを元に戻してくれるって言葉を信じてたゴロ。ユン組を作った時も、そして今もユン社長はゴロンシティのヒーローゴロ。みぎゃみぎゃ、うわ、ありがとうゴロ。あ、リンクにも世話になったゴロ。俺忘れねえぞ、ユンボーからお前はそんなんだからダメなんだって言われたこと。お前はそんなんだからハイラルもゼルダも救えないゴロって言われたの覚えてるからな。言われてません、そんなこと。おかげで美味しい輪は消えて、ゴロンシティも笑顔が戻ったゴロ。でもリンクがあのマスクを壊してくれなかったら、考えるだけでミギャー。ゼルダ様、マスク壊しちゃったこと怒ってなかった？あ、そう、ゼルダ結局、それは結局会えなかったゴロよ。なんだか変なことばっかりで。今思い出すと、ゼルダ様は自分から岩の魔物の中に入っていったようにも見えたし、その後はどこにも見当たらなかった。ひょっとしたらあのゼルダ様って悪者だったんじゃないころ？
ミギャ。ああ。社長とリンクが追いかけてたリーゼルダ様、その岩の魔物が化けてたんだと思う。インフル賢っ。お前が次の族長だ、インフル。ミギャ。ミギャ。ミギャ。そういや僕のご先祖様がミギャって呼んでた頃。ミギャって言ってたし、あの姿はゼルダ様に間違いミギャ。でもミギャがそんな大昔にいるのかわからないけど、僕らが見たミギャはミギャだったってことごろ。もう絶対ミギャ。なんだって？僕はミギャを使ってシティ周辺にゼルダ様の手がかりがないか徹底的に調べるごろ。離れてたってもう僕たちはがっちり繋がってる。ミギャー。ユンボートの名役。これどうなんだろうな、どんぐらい強いんだろう。うおー、張り切るのもいいが、もう変なもん掘ってくんじゃねえぞ、ユン社長。みや。あ、どうした？そういえば。ん？リンクはリトの村とゾーラの里、それにゲルドの町を回ってきたんだし、それだけ調査した情報があるなら、今回のことも合わせて、全部プラー様に知らせに戻るのはどうごろ？きっと首を長くして待ってる。へぇー！これ、全員のセリフ聞けたんだじゃあ、最後に来る場所によって。テキスト量すごいな、このゲーム。ルージュのセリフ聞きたかったごろ。最初からやり直そうかな。裸に見えるな、リンク。さあ、ということで、すべての、お、全員集まってる。え、ちっちゃ、お前が来んの？ほんで。さあ、すべての里を救ってきたわけですが。え、よく見えない頃、でもこの距離は。ハイラル城の方見てる？おぉ！ユン社長のお友達頃聞いて頃、ハイラル城にゼルサ様が入れない？お？こっちからよく見えない。プラ様は望遠鏡があるからいいけど。はぁ、あ、デル様が見つけたかもしれんというのは、何もできんやろ、何もしろ、プラシロ、プラシロ。あんな場所でもここから手出せにどうしたものか。ああ。上にいる、はしごを踏み外さないように。ゼルダがいんの？ハイラ城で何やら人影を見たって言うから、上空から確認したけど何も見当たらない。え、全然全部無視して速攻でハイラル城行ってもいいが、まあ、プルアの顔は見たいし見に行こう、プルアの顔を。なんか BGM もなくなってるしで、すごい静かで怖いな。よ。ええ。話は聞いたわよ。リト族を襲った大寒波、ゴロン族を食らわせた美味しいワニ、ゾーラ族の生命線を怪我したヘドロ、ゲルド族を襲ったサジンとギブドの猛威。うん。大変な調査だったわね。お疲れ様。なんか、ちゃんとプルアは褒めてくれるのがいいよね。いい上司。さすが、100歳以上生きてるだけ。でも、すべての異変の裏にゼルダ様らしき影があったってことは、これはもう天変地異と何かしらの関係があるのは確実。実は私の方からも重要な報告が。ん？ゼルダを見たっていう話はみんなが言う。うわ、え？うわ、急に あれはリンク、これ見て、早く。うわ、こっち見て。なんでそんな悲しそうな顔してんの。姫様。あ、え、見た今の。はい。はい。見ましたけど、なんか腹立つわ。あれ本当にゼルダじゃない？いや、そんなわけないな。ゼルダ飛んでます。今も元気に空を。あれは偽物です。だから偽物のくせにあんな悲しそうな顔をしてるのがちょっと腹立つ。あれって姫様だよね。私からの報告ってのも、ハイラル城でゼルダ様らしき人影を見たって話だったのよ。やっぱり間違いじゃない。城から出て行ったと思ったけど、中にいた。
ンク偽物がいるってこと喋れお前は。まずその固い口を、今はちょっとその固い口を、そのムッてしてる口をニッてしよう。なぜ真実を言わない。でも浮かんだハイラジオに、もう俺もう言ってんだわ最初に。パート2で言ってます。やっぱりあんたに頼むしかないかもしれないわね。うんじゃないねリンク、いつも危険な目に遭わせて頼れるあんたしかいない。絶対帰ってきてね。もちろん姫様と二人でね。ほんまに連れて帰ってくんぞ。いいのか。偽物でも捕まえて連れて帰ってくるぞ。ハイラルジオの異変。あ、こっちが進むんだ。空に浮かぶハイラルジオに突如赤い月とゼルダ姫が現れた。わからないことも多いが、まずはハイラルジオのゼルダ姫の元へ向かおう。はーん。そうか。なんでリンク言わんの？あれ偽物やでって言えるやろ、今のお前やったら。全部見てきたやろ、過去の話を。ゼルダ、空飛んどんねん。で、偽物のゼルダが過去に出とんねん。マスターソードお帰り。さあ、ということで、ゲルド、ゾーラ、ゴロン、そしてリトカ、全部救ったということで、物語がね、やっと進みましたわ。やっとこさ、偽物のゼルダと戦う時が来たんか。リンクの手で、マスターソードの力で倒そう。ということで、次回、おそらく、ゼルダ戦、行ってみましょう。